はい、今ねどこにいるかというとね、パナマのパナマシティにいます。パナマシティということで、皆さんパナマっていうことはパナマ運河で有名だから知ってると思うんだけど、中米のパナマです。コロンビアからパナマに来ました。で、パナマで皆さん、まあ番組ご視聴いただいてる方からね、まあ視聴ということでリクエストってこれ毎各国やらさせていただいてるんだけど、現地の女性はどういう感じかね、ということでお伝えさせていただきたいと思います。まずは5、6人、まあ、400万人弱、378万人の人口がいるんだけど、その中で393万人出て、その中で、いわゆるその混じりがない欧州系、これはスペイン系がほとんど、スペイン系のを中心とした欧州系、ヨーロッパ系が 9% と言われています。 9% なんで大体まあ35万人ぐらいです。で、あとは先住民ね、クナとかエンベラという先住民がいて、その先住民が 7% で混じりがない。で、あとはアフリカ系が 14% ということで、こう考えるとアフリカ系は純血数が一番多いと思います。で、混血数、それらの混血数、主にはスペイン、いわゆるその白人と先住民との混血が多いと思います。黒人と白人とか黒人と先住民になったりします。なかなか顔出しがなかなか不思議な顔してたりするんだけど、混血が 70% と言われています。ということで混血の国です。純血の人もいますけど、だいたい顔見て純血か混血かって分かると思うんだけど、例えばね、ここら辺ね、見ていただいて、これはですね、混血ですね。黒人の男性、一番右携帯いじってる方が、まあ、黒人の男性で、あとはこの左側見ていただいて、大体もう混血、肌の色で大体わかると思います。で、遠足の引率者、これ先生ね、これ黒人ね、でもちょっと混じってますね、黒人とあれ先住民と混じったような顔します。で、あとは子供たち見てください。子供たちということで、ちょっと女性がうまくいないんだけど、今度はこの女性とか、この女性の混血ね。ということで、この人は観光客かな。純血の顔してますよね。で、この女性の混血、黒人系の顔してますね。でも先住民の顔も結構多いんですよね。だからこういう子供たちの、これも混血でございますけど、こう見ると先ほど言った比率がね、十分当てはまるかなって感じはするんだけど、混血ということでね、非常に多いで、警察も結構いますということで、こんな感じです。なので女性的にはだから混じりの混血が多いです。黒人系の人も多いのでね、だからいろんな人種が混じってるかなって感じはするんだけどね、そっち見ても子供たちは黒人系のね感じで、これ混血ですね。これが混血だから結構こんな感じです。ということで、まあエキゾチックな感じ、まあ優しいとかね、そんな感じです。前面はちょっとあんまり女性がねいっぱい歩いてないんであれですけど、人々の雰囲気、この国民としてのその人種構成の割合として皆さんお伝えさせていただきましたけど、とにかく混血の人々が多いということです、ね。観光客の人もいね、大体観光客か観光客じゃないか大体わかるんだけど、今この親子来てますけど、この人たちは純血のスペイン系です。顔出しで大体わかります。まあこんな感じです。